ながらビューティーエクササイズ目指せ美魔女マジシャンへの道。暑い夏、そして今年はマスクを基本して外を歩いていた皆さん、私もそうだったんですが、どうしてもメイクが崩れていくというのが気になりますよね。そこでいろんなところから出ているメイクキープミスト、使われているという方多くいらっしゃると思うんですが、私もこのながらビューティーエクササイズで結構前、去年かな、にご紹介したメイクキープミストがあるんですけど、今年の夏はちょっと違うのを使ってました。これ BP スプレー GM って書いてあるんですけどね、仕上げ用化粧水使ってたんですけれども、まあ、これはこうなんでしょう、スプレータイプで、まあ、かけやすいし気持ちいいんですけれども、ただですね、一つ私悩み事がありました。何かと言いますと、全部メイクしてマスカラも全部した後に使うと、このまつげがせっかくセパレートに仕上げたのにくっつきませんか？私だけ使いすぎだったのかな。まあ、でもそれを何日かこう体験して、まつげはセパレートで仕上げたいなと思ったので、このメイクキープミスト、こう顔に吹きかけるタイミングを変えたんですね。当然まつげをする前にかけるという作戦に出ました。でそうなると、もう一つ気になるのが、マスカラ落ちてくるよねっていう。でもう一つのアイテムなんですけど、このキャンメイクから出ております、クリアラッシュクリア、あ、違う、クイックラッシュクリアですね。これを使うんですね。これどうなってるかっていうと、なんか櫛状になってるんですけど、あの下地としても使えますって書いてあるんですが、私はトップコートに使ってました。でこれをするとマスカラの落ちも、まあ、だいぶ抑えられます。目の下がこう黒くなっちゃうということもなかったので、でこれだったらまつげをセパレートに仕上げた最後にこう塗ってもまつげセパレートのまま保ってくれるんです。なのでタイミングを変えましたというお話だったんですけれども、マスカラの前にメイクキープミストをかけて、でマスカラをやった最後の仕上げはこのキャンメイクのこちらの、クイックラッシュクリアを使って今年の夏をしのぎました。落ちません。相当汗かいてもしっかりとキープしてくれておりました。500円ぐらいだったかな、です。なので、ちょっとまつげをセパレートに保ちたいな、でもメイク落としたくないよねっていう方は、使うタイミングを変えてやってみてはいかがかなと思いました。私の今年の夏の実証実験結果でした。ぜひ参考にしてみてください。今日はここまで。